伊豆市神社。伊豆市神社は、兵庫県豊岡市伊豆市町区内にある神社。式内社、名神大社、田島国一宮。旧社格は、国幣中社で、現在は、神社本庁の別表神社。兵庫県北部、伊豆市盆地東縁の山裾に鎮座する神社である。伊豆市盆地南縁の現在の伊豆市市街地からは、北方、約 2km に位置するが、かつては、伊豆市神社付近が周辺一帯の中心地であり、現在の伊豆市市街地は、天正2年、1574年に、山梨が居城をこの隅山城から有子山城、後山麓に、伊豆市城に移してからの発展になる。この伊豆市神社は、古事記や日本書紀に記される虎石良義王子の雨の日鉾伝説の中心となる神社で、現在の祭神には雨の日鉾が将来したという8種神宝の神霊及び雨の日鉾自身の神霊を奉祭し、地元では伊豆市の開拓神としても信仰される。古くから田島国、兵庫県北部では随一の神威を誇ったほか、中世、近世には田島国の一宮にも位置づけられた田島地方では代表的な古社になる。社殿は大正3年、1914年の再建で豊岡市指定文化財に指定されている。また社宝として明治14年、1881年寄進の脇差し、国の重要文化財のほか、歴代領主の甲冑や御文書などを伝承し、現在はこれらの多くが文化財に指定されている。文献上で見える主な名称は次の通り、現在、地元では、一休山とも通称されている。現在の祭神は次の通り、延長5年、927年成立の延喜式神明帳における祭神の記載は8座。享禄5年、1532年の祝詞では、祭神を、小1位伊豆市大名神、2位の記載の宮、七床の王子とする。現在の伊豆市神社では、上記のように雨の日鉾が将来したという8種神宝の神霊を伊豆市八前大神として奉祭し、これに雨の日鉾の神霊を併祀する形をとっている。伊豆市神社の祭祀は、古事記や日本書紀などの記す雨の日鉾、雨の日鉾、雨の日鉾、天地通伝説との深い関わりで知られる。そのうち、古事記、応神天皇記では、雨の日鉾は白良義王子であり、その昔、応神天皇以前に日本に渡来したとする。そしてその渡来の経緯として、雨の日鉾は妻を追って日本に渡来し、難波に帰うとしたがつけなかったため、白木に帰ろうと田島国に停泊していたが、そのまま田島国に泊まり田島氏又を、田島の又をの娘の前、罪、先、罪をめとって子孫を設けたという。また雨の日鉾は、田松宝と称される神宝8種を将来し、それらは、伊豆市の八前大神、伊豆市の山への狼と称されるとする。続けて、その伊豆市大神の娘の伊豆市、縁のぼるうり神、伊豆市乙女の神、伊豆市乙女の神魂胆が記される。対して、日本書紀、追認天皇三年条では、雨の日鉾を同じく、白良義王子とした上で、追認天皇、第11代の時に渡来したとし、雨の日鉾は、将来した名のものを、田島国に収めて長く、神宝としたとする。また、道場の別伝では、日本に渡来した雨の日鉾ははじめ神宝8種を、天皇に献上したとし、さらに天皇から、居住地として提示された、播磨国宗友と淡路島で朝夕は固事した上で、近江国、若狭国を経て、田島国に至り、そこで、田島国出島、伊豆市に同じの太耳の娘の朝田ガラス、またをめとり、子孫を設けたとする。その他、日本書紀水仁天皇88年条では、雨の日鉾の将来した神宝を見たいと天皇が欲したので、曾孫の清彦に御仏を献上させたとする。この時に御物とは別に、伊豆市という名の小島一口があり、清彦は献上を望まず隠していた。清彦は結局これを献上したが、後に自然と消え、淡路島で発見され祠に祀られたという。続けて、系譜として、雨の日鉾は、田島国の先津耳の娘の朝のガラス、またのをめとり、子孫を設けたと記される。以上の一方、日本書紀では、古事記にあるような出石神に関す、具体的な記述はない。雨の日鉾伝説及び関連伝承は、古事記、日本書紀の他にも、播磨国風土記や、筑前国風土記一文、摂津国風土記一文、古語集彙などでも見られる。そのうち、播磨国風土記では、雨の日鉾をまれびと神、渡来神に位置づけ、吉原下とか、命や岩大神、播磨国一宮の岩神社、兵庫県宍粟市西神との間で、播磨国の国締めを競う姿が記されている。また、古語集彙でも、白木巫女の海日の木槍の渡来について、今在田島国伊豆市郡偉大社と見え、ここでも、雨の日鉾と伊豆市との深い関わりが記される。以上のように、雨の日鉾伝説は、古典資料における代表的な渡来伝承になる。ただし一般には、一人の歴史上人物の説話ではなく、朝鮮系集団の渡来を雨の日鉾という始祖神に象徴した説話と考えれている。その中では特に、雨の日鉾という神明を、日鉾、日槍という祭祀具の人格化と想定し、大陸系の日神信仰を持つ、渡来系一族、伊豆氏族の伝承と見る説が知られる。また、説話中に見える一族による信奉の献上は、レガリアの献上を意味するとされ、この伊豆氏族が抵抗を示しながらも大和王権に服属したことを表すとも言われる。詳細は、雨の日鉾を参照。雨の日鉾が将来したという信奉の数、内容は、古事記と日本書紀で異なるが、現在の伊豆市神社では信奉を八主とし、八前大神として祀っている。なお、上記の古典資料では雨の日鉾を、主に渡来人、渡来神として記述するのに対して、伊豆市地域では雨の日鉾による開拓伝説、特に泥海状態であった豊岡盆地の水を、津山の瀬戸を切り開いて流した説、宿烈伝説が広く知られる。この宿烈伝説は大永4年、1524年の社紋坊伊豆市神社収蔵勧進帳を所見とし、現在も伊豆市神社ではそれにちなむ、上り回し神事が続けられている。この伝説成立の背景として、雨の日鉾ないしその奉祭士族による実際の伊豆市開拓との関連を推測する説もある。なお、伊豆市地域では、雨の日鉾の一族人物名に関連する神社数社の分布も知られている、石地説参照。創建は不詳。社記、一宮演義では、谷は道明、谷は、道の御事と、田島日、奈良木命、田島日奈良木の御事が、祖神の雨の日鉾を祀ったことに始まるとする。伊豆市神社の実際の創始については、雨の日鉾を奉じる朝鮮半島系の渡来人一族が、その将来した宝物を祀ったことによると、推測される。新鮮聖史録では、天実命の光栄を称する、三宅連。三宅氏の存在が見えるが、豊岡市内に残る三宅地名を関連づけて、この三宅氏が当地にもいて、伊豆市神社を奉祭したとする説がある。なお、伊豆市地域では、弥生時代の遺跡として、宮内遺跡、黒田遺跡が分布し、長来、養父、桁、城崎地域とともに、田島地方で最も早く、稲作が始まった地域の一つと言われる。文献では、前述のように、古事記、日本書紀などの古典資料で、伊豆市に関する記述が見られる。天平9年、737年の田島国小税帳では、伊豆市郡伊豆市神戸について、粗大は435束6羽である旨のほか、長足絹20匹4畳5尺を、時価当1245束で買い取る旨が記されている。田島国では他に有力神社として、阿波賀神社、朝来市、田島国二宮と、養父神社、養父市、田島国造宮が知られるが、阿波市か神戸は、粗大66束には、長足絹2匹4畳5尺、時価当165束、養父神戸は、粗大145束5羽、長足絹6匹4畳5尺、時価当405束であり、伊豆市神社とは大きく差が開いていた。新正覚直不詳大同元年。806年、長では、当時の伊豆市神には、神戸として、田島国から13個を当てると見える。なお、アワシカ神は2個、陽普神は4個であった。続けて、国史では、出石神の神会について、昭和12年、845年に、従護位した、貞観10年、868年に、正護位した、貞観16年、874年に、正護位状にそれぞれ少女された旨が記載されている。延長5年、927年成立の延喜式神明帳では、但馬国出石郡に、出石座神社八座並名神代として、八座が名神大社に列する旨が記載されている。平安時代中期の和名称に見える地名のうちでは、当地は出石郡出石郷に比定される。日本紀略承元元年、976年、上によれば、出石大社内に烏司捧が集まることがあった旨と、古老が言うに、出石大社は国内第一霊社であってかつてはその真意を恐れ、烏雀分母を入ることはなかった旨が、但馬国次から報告され、このことについて、朝廷で、評議の上牧選が行われている。また、永満元年、1165年の神議官書写年貢注文によれば、出石社には布50反が課されている。中世の文書として、弘安8年、1285年の但馬国太田分では、当時の社領が記される。これによれば、当国一宮である、出石大社の社領殿は141丁余りで、二宮の阿波賀大社の100丁余り、三宮の水谷大社の69丁余りを大きく上回っていた。この文書を所見として、中世紀以降の出石神社は、但馬国において、一宮の位置づけにあったとされる。また中世紀の変遷は、出石神社文書、及び、宿職の神ゆかや文書により知られる。これらによれば、神主職に和歌定4年、1238年、二元夜則、元弘4年、1324年に、家朝、建武5年、1338年に、家慶、長尾彦太郎や慶ら長尾氏一族がそれぞれ、部任されたと見える。この、長尾の名字は、雨の日鉾の渡来に際して朝廷から使者として派遣された椎曽長尾氏に由来する、伝えられ、この長尾氏を古くから出石神社の祭祀に関わった氏族と推測する説もあるが、正平7年、1352年の軍中状を最後に一族の名は見えなくなる。以上の文書のほか、明徳元年、1390年に守護、山名氏清が神主に宛てた書状や、永享8年、1436年に、山名持豊、宗雲が、直ち州一宮出石大明神に宛てた、願文、文安2年、1445年に、宗雲が、播磨国から一部の名主職を寄進した書状が、伝制される。戦国時代にも、守護、国人から、社領寄進などの崇敬を受けたが、永正元年、1504年に、山名氏内紛による陛下で、神宮寺の総持寺と共に社殿を焼失した。大永4年、1524年になって、社殿再興の勧進状が起草されており、その後年に再建が完了したものとみられる。しかし、戦国時代末期の天正8年、1580年に、羽柴秀吉、豊臣秀吉が、但馬地方を平らすると、それまで神社を崇敬した山名氏は但馬を去り、社領も没収されて社税は衰微した。なお、中世、近世を通じては、総持寺、豊岡市出石町区内が、出石神社の神宮寺とされた。この総持寺、総持寺は、現在では、出石神社の東方に所在するが、かつては神社近くにあったという。自伝では雨の日鉾が白木から聖観音を、将来したことに縁源を持つとし、平安時代頃から神宮寺となったと見られる。神宮寺としての所見資料は始徳4年、1387年、寄進状。総持寺には、出石神社の16所の王子にちなみ16ともの具装が置かれ、これらの層は、出石神社の祭祀にも深く関わっていた。江戸時代には、出石藩主の小出氏を呼び、戦国氏からの崇敬を受け、延宝4年、1676年には、小出武士康による門の造営や、天和2年、1682年にも、小出氏からの屋敷地、殿寺の寄進があった。宝暦7年、1757年には、播磨国住人の八木田源八郎が、出石神社の荒廃を嘆いて、諸国を勧進し、それによって明和7年、1770年に、本殿、安永3年、1774年に社殿が造営された。明治維新後、明治4年、1871年5月に、近代社格制度において、国幣中社に列した。明治43年、1910年には火災により、社殿を焼失し、大正3年、1914年に再建された。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。新正覚直不肖大同元年、806年、長入れは、当時には、神戸として、但馬国から13戸が当てられていた。弘安8年、1285年の但馬国太田分には、社領殿が141丁6反60歩があると見える。内訳は、常荒流出3丁1反、伊豆四郷横領4丁4反120歩、長日お祭り殿71丁256歩、公共修理殿等27丁9反240歩、引越並び岡倉殿以下領11丁1反240歩、定殿8丁8反140歩。また、本家を高辻姫宮、京都高辻通に邸宅を持つ女性を指すが、未詳、安主を、藤肥前、司と子息三人分領、一人、左衛門の入道連が、一人、白左衛門入道明神、一人、五郎左衛門入道定地とする。正平6年。1351年の後村上天皇臨時によれば、建武の新制において両家は廃されたとされる。境内の広さは 22,000 平方メートル。現在の社殿は大正3年、1914年の再建による。本殿は三間社流れ造りで、屋根は銅板葺きである。本殿前に、幣殿、宿子殿、いずれも切妻造りが接続し、両殿の左右から透かし塀が出て、本殿を囲む。幣殿、祝詞殿の前面には、拝殿が建てられている。拝殿は、毎度の形式であり、入母屋造り平入りで、屋根は、銅板葺き。特に、三社屋根とは、独立して、平刀派筆下駄造りの後輩を持つという特徴を有する。これらの社殿は、豊岡市指定有形文化財に指定されている。また、境内入り口には、神門が建てられている。この神門は、二塗りの八脚門で、多くのカエル股が飾られている。その他の社殿としては、神泉所、社務所などがある。また境内東北隅の一角には、禁足地が存在する。この禁足地の広さは1000平方メートルほどで、現在は玉垣に囲まれている。その由来は明らかでなく、江戸時代には、雨の日鉾廟所と称されていた。なお、境内から西に約500メートル、鳥居橋を渡った地点の鳥居地区では、昭和8年、1933年に旧鳥居の残穴が古銭多数とともに掘り出されており、かつての神域の広大さを物語っている。周辺の地名、鳥居は、この旧鳥居にちなむとされる。伝承ではこの鳥居を第二鳥居とし、さらに西方の狭間坂、豊岡市伊豆市長方間に第一鳥居があったとする。掘り出された鳥居残穴は、豊岡市指定有形文化財に指定され、現在は神門内に保存されている。鳥居跡の西方延長線上には、但馬国府推定地が位置することから、出石神社自体もかつては、但馬国府方向に西面したとする説がある。境内末社として、次の4社がある。主な祭事は次の通り。出石地域では雨の日鉾に関連する、式内社数社の分布が知られる。主なものは次の通り。出石町市では、以上の他城郡の海神社も関連社として挙げる。所在地、交通アクセス、周辺、注釈原点出典、書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。